はやばい、髪の毛ボサボサやわ。あのさ、髪の毛をさ、初めてと言っても過言ではない、髪を乾かさずに寝てしまった。みんなこれはやばいよな。人生初だ、髪の毛を乾かさずに寝てしまった。私の人生初。ねえ、やばい。ボサボサ髪の毛。髪乾かさずに寝たらこんなボサボサになるのってぐらいにボサボサなんだけど、私人生の中で髪をちゃんと乾かして寝ることを心がけてきた。でもちょっと昨日それが無理だった。トゥルトゥトゥルトゥ、おはよう。ちょっと今から髪の毛にいいことをいっぱいしてみたいと思う。あ、もっちゃん、はい、これで、はい、もっちゃん、おはようございます。アイライクヨアヘア、 Thank you, you are so kind, 優しい。髪の毛がパサつき上げとる。まあ本日も一日が始まりましたということなんですけれども、皆さん部屋オイルとかつけてみてちょっとでもあがいてみます。おはよう。でもなんかさ、そうめん、なんか麺類の原理みたいな感じで、なんかさ、なんかあのクーラーのさ、冷たいさ、クーラーの冷たい風でさ、なんか乾かされると髪の毛が乾かされとおけん、なんかちょっとなんかあの髪の毛の腰がある気がする。髪の毛のこっちがなんかある気がする。かわいいって、ありがとう。山口さん、ハイビスカーさん、ありがとうございます。心なしかね、冷風で腰ができた気がする。あ、でもこれヘアオイルしたらなんともないわ。そうそうそう、なんか
冷水で締めたみたいな感覚。うん、ジャージさんフルーツバスケットありがとうございます。あのすごい、あの部屋を許したら何も問題なくなりました。私の髪の毛ってすごーい。かなっちゃん、I'm sorry cause I miss you。 あ、なんつったんやろ、 cause I miss you ってどういう意味、どういう意味なあれ、なんていいよ。 I'm sorry ごめんなさい。I miss you、 あなたが、あなたを、 I miss you、 I miss you ってあなたが、あなたを愛していますみたいな感じよね。 cause って because ってこと？ because ってそれはすなわちってこと？ I'm sorryすなわちあなたを愛してるってこと？君がいなくて寂しいよってこと？ I miss you って君がいなくて寂しいってことか。てん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 、じゃあ日本語訳したらさ、だけど、え、because ってだけどって意味やっけ？ because なぜならか、なぜならあなたがいないからか。てん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 、ごめんなさい。てん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 、どうしたらあなたがいないから、タッタラタタッタラタンってこと？ってこと？日本語にしたら、あ、そう、なんか今日さ、ちょっとさ、あの部屋着の部屋着 T シャツさ、なんかちょっと明日チャートリ公演やけんさ、ちょっとなんか気合い高めてさ、あのなんかあのチャートリ T シャツではないんだけど、チャートリ T シャツではないんだけど、 なんかピンク着てみたよ。うん、ちょっと意識高めにピンク着てみました。でもなんか髪の調子いいかもしれない。あれ、髪の調子ちょっといいかもしれない。え、合っとる？え、役的には合ってますか？トン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 、ごめんなさい。トン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 、てっ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 て、なぜならあなたがいいね、いいから、チャチャラタン。でもどういう意味？ねえ、どっち行ったん、もちや。隣がいいの。ああ、髪の毛あっとんかな、ちょっとなんかちょっとあれやってみようか、 Google 翻訳。歯は
I'm sorry, cause I miss you. アップルの cause I miss。あ、バケハ似合うねってありがとうございます。なんか芸能人ってバケハしとるイメージあるよね。でもなんか私バケハかキャップかって言われたらキャップの方が似合う。わからんけど勝手な。ういご。英語翻訳。あ、え、かわいい。ちょっと待って。ちゃんとやばい。あの Google 翻訳ちょっとナチュラルに保存、あ、保存翻訳してくれる。I'm sorry, cause I miss you.めっちゃ発音いいな。I'm sorry. I'm sorry, cause I miss you. ごめんなさい。だってあなたがいなくて寂しいから。ってことらしいわ。え、かわいい。え、それを思ったらすごいかわいいよ。てー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 てれてん。ごめんなさい。てー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 。だってあなたがいなくて寂しいから。てーてれてーん。だってあなたがいなくて寂しいから。って意味らしい。だから、ごめんなさい。嘘ついて仮病しちゃいましたってことか。かわいい。かわいくね。あなたがいなくて寂しいから私は仮病しちゃったんだよってことか。かまってほしくて。なるほどなるほど。音符の数に合わせて確かに Cause I miss you の中に入れるの無理音符的に。なつさん音符マイクありがとうございます。だってあなたがいなくて寂しいから。確かに発音大事よね。発音、英語の発音もちゃんと大事にしていきたい。 I'm sorryCause I miss you. Cause I miss you. いや、あざといよね、ほんまに。あざとすぎ。英語禁止ライブでもする、確かに。英語禁止したらおもろい。ラブトリップとかも。愛の旅。I wanna go. 私は。私は行かなければいけない。愛の旅、君を探しに愛の旅、会いたい。意外といけるな。英語禁止おもろいな。意外といけそうやし。あやーみんな。日よけメガネ日はサングラスデイズやろ。え、おもろいな。この題名なんでしょう。私を選べ。
デレ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 今日は一人なんでしょう。え、オンリーが違うか、オンリーは違うか、ロンリーか、それは一人はオンリーだけ、今日だけ。あ、遠距離貼り紙だ、ポスター、確かに貼り紙だわ。今日だけ漢字が多い SD を逆に英語イングリッシュにするの大変だ。確かに。でペダルって、ペダルってどう日本語にできる。そこがちょっと暗闇、暗闇って何やろ、ダークネス。ええ、もしかして SD の暗闇って、あの海外で暗闇って言われてもさ、あの役でダークネスって出るってこと。ちょっとイカチくない？ちょっとイカチーズやな。ちょっと頭が働かんけん、飴食べる。ほぼあ、糖分摂取。無謀な夢は覚めることない。Difficult dream is never wake up。 こんな感じ。ちょっと長いね。足で操作する部分、ペダル。仕事行ってまいります。なっちゃんにも、なっちゃんに夜も会いますようにね。会いましょう、また夜配信で。久々の朝配信だね。みんな見に来てくれてありがとう。 Never wake up、 あ、かっこいいかっこいい。言い方がかっこいい。冷めることだね。もちゃん、昨日私が部屋でさ、部屋でいきなり踊り始めたらさ、もうもっちゃんさ、すごいさ、大丈夫かみたいな顔してきたね。びっくりしたよね。いきなり踊り出すもんだから、いきなり踊り出すもんやけん、お座りしながらみたいな、ポケってこっち見よったえ、昨日の配信より髪の毛の伸びた気がする。ドライヤーせずに寝ちゃったからかな。うちのヌイスは可愛いですよ。あお、あくびが出るね。でも確かに昨日さ、なんか昨日の夜にさ、すごいさ、ちょっと踊るの楽しくなっちゃってずっと踊ってたからさ、それにもっちゃんなんかずっと付き合ってくれとったんよ。ずっと見守っとった、近くに来て見守っとったけんさ。あんたちょっと寝不足やろ今日。ノスタルジックトゥモロー、新しい明日？違う？そうそう、仕事行ってきます。いってらっしゃい。じゃあ私ももうそろそろ配信終了しようかな今日もめっちゃ面白い朝配信になったわ。また朝配信できる日には
できそうな日には開催していくので、よろしくお願いします。楽しい朝となりました。親指と人差し指で V して、そこに顎乗せるワンちゃんか。あ、こういうやつか。おはよう鍋、自分4時に寝たのに起きちゃったって。おお、あ、でも私もそんぐらいに寝たかも。私もそんぐらいに寝て普通に目覚めた。すっきり目が覚めました。では皆さん、今日も一日頑張っていきましょう。誕生日まーす。13位イエローフィッシュさん、ありがとうございます。12位ゴキナリ、 Thank you。 11位コンジー、ありがとうございます。10位セイヤンさん、ありがとうございます。9位ニジリンゴさん、ありがとうございます。8位ゼックさん、ありがとうございます。7位ハーギーさん、ありがとうございます。6位山根山さん、ありがとうございます。5位サージカルさん、ありがとうございます。4位リンリーマサさん、ありがとうございます。最近めっちゃ来てくれてますね、ありがとう。3位山勝さん、ありがとうございます。2位自宅さん、ありがとうございます。そして第1位ジョージさん、ありがとうございます。はい、というわけで今日も皆さん一日頑張っていきましょう。この後ね、おはようツイートするんで、なんかここについてんな、おはようツイートするんで、マジなんかここにおはようツイートするので、ぜひそこにおはようのリプとリポスト、そしていいねもよろしくお願いします。それでは今日も一日ありがとう、じゃないやばい、寝落としとる、私二度寝しようとしとる。今日も一日頑張っていきましょう。それではみんなで一緒に気合注入しましょう。えいえいおー、ではお花見待ってます。あ、今からします。それではじゃあ、また夜配信で。